輩の子最終回。最後にお母さんと和解できてよかったよね。葵さんの方も良い感じに進んで、両親の問題がお互いに良くなってきて、で自分の生き方も決まって、最終回らしかったね。で最後が映画ってのも決定してよかった。以上、パイの子のお話でした。